荒川真澄は昨夜うちの親父と会食した後、一人で平安楼を出て行った。撃たれたのはその帰り道ってことになる。犯人の目星は？解散させられた近江連合の残党ってとこだろう。実は蒼天堀の方でも昨日発砲事件があった。元若頭の渡瀬な、堂島大吾にもだ。無事だったのか？ああ、あいつらのそばには元登場界のレジェンドってのが何人かついているらしい。最強の用心棒だ。なるほど、あいつらか。お前らも用心するんだな。近江解散の最前線にいたんだ。的にされてもおかしくねえぞ。分かった、春日にそう伝えとく。しかしあの近江連合の、しかも次の跡目とまで言われた荒川組までが解散を目論んで動いていたとはな。これはとんだ裏切りですよ、沢城さん。もともと俺らは関東に拠点を置く同じ東条会の親戚団体同士。そんな俺らが荒川さんが書いた神室町から東条会を駆逐するという作戦に手を貸したのは、一にも二にも自らの組の存続のため。島代なんていう名目で実質上の上がりを収めさせる東条会のやり方にはうんざりしてたんだ。そんな状況が続きゃ俺らみてえな都市圏に地盤を持たねえ組織は自利品。だからこそ不義理を承知で荒川に協力したんだぞ。あの約束はどうなるってんだ。荒川さんが近江連合のトップに立った後、八代目近江連合に俺らが直参幹部として取り立てられるっていう話はよ。ご心配なく、近江連合は解散させません。新しい看板を掲げて存続させます。関東の諸先輩方には大変なご迷惑をおかけしたと思っております。この落とし前をきっちりつけさせていただきますので、今日のところはこちらでご容赦いただきたい。まあね、あれですよ、我々としてもこれで荒川組さんとの縁を切ろうって腹じゃない。今後もいい関係を続けていければとは思ってます。そうだな。まあ裏切りの首謀者だった荒川はどこぞの誰かさんがきっちりやってくれたわけだから、一応筋は通ってるしな。これからも困ったことがあればいつでも頼ってください、二代目荒川組さん。ありがとうございます。あ？何が筋だ。極道の端くれにもならねえ片田舎のカスどもが。なんだと、今なんて言った。
沢城、お前、おたくらの協力なんぞ借りなくても荒川組は再生させますよ。東に集まった近江連合の連中を束ねてね。無礼だぞお前。荒川が下手を打ったのは頭のお前の責任だろうが。やめろ。何やさら。俺はな、お前らみたいな構想の一つも仕掛けられない口だけのヤクザが大嫌いなんだよ。何年か前までは登場会の機嫌を伺い、昨日までは荒川の親父の顔色を伺い、それが死んだら今度は先輩ずらして任侠道のご指導か。ごたく並べてもな、ヤクザなんてもんは結局は暴力、強え奴に弱え奴が従う世界だ。助けて。死のごの言わねえで、てめえらはこっちの言うこと聞いてりゃいいんだ、このボンクレが。これからも俺らが作る新しい東京近江連合をぜひ応援してくださいや、先輩。随分勝手なことしてくれるやないか。お前との付き合いは長くないが、俺がどういう男なのかくらい知ってんだろ。知らんな。親やられて黙ってられるほど俺の器はでかくねえんだよ。何が言いたいんや。やったのはお前なのか別の関西のガキなのかは知らねえが、親父を殺した奴のけじめ絶対に取らせてもらう。よーく覚えとけ。何言うとんねん。青木に命令されたお前がやったちゅうことはその辺のチンピラでも知っとるが、因縁でっち上げて俺に喧嘩打って、それきっかけで新しい組織の頭取ろうっちゅう腹積もりなんやろうが、そうはいかへんで。まあ今東京にいる近江の残党がまとまるまでは待ってやる。それまでせいぜい母ちゃんの血でも吸っとくんだな。待たせたな、ガキ相手に本気になるクソヤクザども。世話になったっていううちのガキどこだ。荒川さんよ、おめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてな、どうけじめつけるってんだ。そうか、じゃあ指一本でどうだ。そこでこいつを返してもらう。文句ねえだろ。借りるぜ。帰るぞクソガキ。出るよ電話。星野だ。会長。大丈夫か。ええ、まあ。その声でか。ちゃんと飯は食えてるのか。いえ。そいつは体に毒だ。どうだ、平安楼で会わないか。平安楼。俺と荒川さんが最後に会った場所だ。
荒川さんが食べたのと同じ料理をご馳走してやる。ええ、でも今は。いいから来い。わかりました。待ってるぞ。星野会長から呼ばれたんですか。平安楼に来いって。行くの。ああ、おやすさんの最後の様子も聞きたいしな。遊んでくんないかよ。私の番です。ラウンドで勝ったな。一仕事すか。
の番です。してるよ。
ってきなさい。ない喧嘩だったぜ。任務完了。そういえば足立さんって休みの日何やってんだ。そうだな、俺は趣味でガーデニングやってんだ。ベランダに小さい畑作ってな、水や肥料をやって育ててんだよ。収穫したもんをつまみに酒を飲むのが最高でな。あら、いいわね。それって楽しいの？え？だって肥料とか撒いてちまちま育てるより買った方が早くない？時間やお金がかかるだけにしか思えないんだよね。自分で育てて収穫することに意義があるのよね、え足立さん。確かに買った方が楽だな。俺は今まで無駄な時間を。足立さん、流されないで、ちゃんと育ててあげて。そういう蝶は趣味なんなんだよ。俺盆栽だけど。こいつ、いくらでも戦えるわ。私の番ですね。さて、ほら来いよ、俺の番だな。まった本気です。骨が折れそうだな。
してきたまえ。私の番ですね。ほら来いよ。さて痛いよ。私の番ね。よし行こう。かかってこいよ。もっと本気でやって。かかってこいや。私が相手で行くぜ。危なっ。さて、やめんなよ。俺の番。絶対負けやるか。私の番です。遊んでくんないか。立て直さねえと痛い目に遭わせますよ。これで元通りだ。敵への喧嘩だったぜ。任務完了。
当ててみるか。やったぜ。ドラゴンっていうよりもこれは竜だね。え、ドラゴンと竜って違うものなのか。春日くんの好きなゲームにも四足歩行のがいたりするでしょ。あれが西洋由来のドラゴンだね。で、こういう蛇みたいなのが東洋の竜。へえ、そうなのか。さすが違いのわかる男。じゃあホットケーキとパンケーキって何が違うんだ。え、俺はドラゴン専門だからケーキは管轄外なんだ。その言い方ちょっとかっこいいな。私の番ですね。してみる。ほれほれ。さて、どうだ、どうだ。私の番です。本気でやって、かかってきた。俺の番だ。なめろ。握ってんのか。水陣中回だ。わかんの技。2回目に合わせる。私の番です。昨夜の荒川は舞台から降りた役者みたいに穏やかな顔だった。それもそうだろう、近江連合の解散を成し遂げお前との再会を果たしたんだ。実にうまそうに北京ダッグを平らげていたよ。俺がそんなに好きなのかって聞くと、なんとあいつは初めて食べたって言うじゃねえか。え？聞きゃ50年前に初めて食べる機会があったが、直前に父親を殺された。それ以来どういうわけだか食う機会を逃してきたらしい。
俺は食事を終えた荒川をホテルまで送っていくと言ったが断られた。あいつは一人で夜風に当たりたいって言ってな。だから俺は黙ってあの人を見送っちまったんだ。あの時強引にでも俺が送り届ければ荒川は殺されることはなかった。失敗したよ。会長のせいじゃないっすよ。おやさんに手を下したのはやはり近江の残党なんでしょうか。間違いないだろう。荒川をやった理由はきっと解散に対する報復だ。つまり解散させられて迷惑を被っている連中だ。じゃあその中の誰が親さんを。春日、関東にいる近江の残党連中が次なる組織編成に動いてるらしい。そいつらは今回の解散に黙っちゃいられない連中の塊だ。犯人はその中にいる可能性が高いかもな。新しい組織の連中がおやつさんを。そしてその連中を裏で指揮できる人間がいるとすれば、今や表の世界も裏の世界も自在に操れるあいつしかいない。青木亮だ。じゃあ大家さんの殺しは若の指示。青木の意思が関わっていると見て間違いないだろう。そして荒川亡き今、青木の勅令を受ける人間は限られておる。荒川の仇を取るがいい。必要であれば青龍会から兵隊も貸してやる。俺に銃は必要ありません。仇を撃つ気はないと。いえ、おやさんは若の玉を取ることなんて望んじゃいないはずです。じゃあどうする。おやさんは極道が権力者の手駒になることを憂いていました。だから一世一代の大芝居を打ってまで近江連合を解散したんです。つまり極道の本来あるべき姿、暴力で何かを奪うのではなく、力を持って弱きを助ける生き様を証明したかったんだと思います。なるほど。それを貫くため、おやさんが辛抱し続けた日々に報いるには人一人の玉取って解決なんてしちゃいけねえ。そんなやり方、あの世のおやさんに顔向けできねえ。だから俺、若の目を覚まさせてやります。ぶん殴って思い知らせてやります。俺がやれることはそれくらいしか。つくづく荒川って男は幸せもんだな。いいんじゃねえか、お前の好きにやれ。俺が少し出しゃばりすぎちまったようだ。会長、そんな。しかしどうやって青木と会うつもりだ。都庁の受付で都知事に会わせてくれと言ったところで追い返されるだけだぞ。大丈夫っすよ。若に会うルートはちゃんと考えてます。なるほど、すでに策はあるということか。しかし青木に近づく以上危険は避けられん。青龍会の兵隊を連れて行くがいい。もしもの時は骨は拾ってやる。
会長の申し出はありがたいんですが、遠慮させていただきます。俺にはすでに最高の仲間たちがいますから。